どうも、ぼやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は鹿児島市で福岡の博多ラーメンの名店で修行した店主が出す本場博多ラーメンを食べさせてくれる人気店に行ってきました。本場博多仕込みとあってすごい美味しい一杯でした。最後までお楽しみください。鹿児島市電新田八幡電店から徒歩5分くらいのとこにあります鹿児島市下新田のヌードルショップ麺屋ベースさんにお邪魔してます。こちらが麺屋ベースさんの発見記になります。今回はこの中からチャーシュー麺トッピングで煮卵をオーダーしました。なおアミプラザの31アイスで麺屋ベースさんのスタンプカードを提示するとアイスクリーム割引という掲示を見ながらラーメンが来るのを待っていると着丼です。着丼と同時に香ってくる豚骨のいい香り、いただきますということでスープから。いやー、このスープうまい。スープのベースは豚骨、超濃密こってりドロドロ。豚骨が砕けた旨味が十分に口に広がります。しっかりとしたコクとキレが印象的。強火で一日中炊き上げる豚骨スープ。豚骨から抽出された旨味たっぷりの油脂分で乳化したスープは1回の仕込みで100杯ぐらいしか取れないという貴重なスープです。そんなスープからリフトアップしてきた麺は細麺ストレート。吸っちゃいます。いやー、この麺もうまい。しっかりとしたコシに噛めばもちっとする食感。小麦の風味がとてもよく、麺を口に入れると小麦の風味が口の中から穴に抜けてきます。麺は佐賀県の製麺メーカー白鷺麺から取り寄せるこだわりの麺。豚骨スープをしっかり持ち上げ、豚骨の旨味を生かしながら麺の旨味を味わえる。細麺ならではの喉越しの良さも味わえちゃいます。さあ、麺屋ベースさんのうまいスープを再確認するためにスープを飲み始めるとレンゲの手が止まらなくなりそうなので、ここでチャーシューをいただいちゃいましょう。ベースさんのチャーシューは2種類。まず炙りバラチャーシュー、パクリとっていただけばこのチャーシューうまい。脂身十分でとろけるように柔らかいチャーシュー。さあ、続けて今度はロースチャーシューをいただきます。一切れを一口でパクリといただけばこれもまたうまい。肉感がありながら柔らかチャーシュー。噛めば肉本来の旨味が口の中に広がります。続けてスープと一緒に味玉を食らっていきます。この味玉めちゃめちゃうまい。超半熟トロトロあっさり味付け。今度はロースチャーシューで麺とキクラゲを包んで口の中に放り込めば、肉の旨味、キクラゲのコリコリ感、そして麺のコシのうまさが同時に口の中に広がってきます。てなわけで、中盤から終盤に向けて麺をかっくらっていくうちに没入感がどんどん出てくるうまい一杯。そんなヌードルショップ麺屋ベースさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして鹿児島のラーメン店の情報を知りたい方はチャンネル登録もお忘れなく。さあ、本日もすべてスープも飲み切り、会員完食です。
本場博多の味が鹿児島市で味わえる。店主さん曰く、スープが鹿児島でもないような濃厚さ、濃厚豚骨が好きな方にはぜひ来てほしいとのことでした。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。